あとなんかあのよくルガールがいっぱい固まってるんだけど、あれそれはどうなの？え、Cでルガール人気なんだね、思ったより。ルガールね。お、じゃあ始まりそうなの。やりたいんじゃない？で、その次も呼んどこうかな。あれ、よ、あ、あ、陽介、あ、陽介ガチじゃん、チームが。いいね。陽介さんだけだよか。いや、だからこれは優勝してもらわないと。そうそう、あのみんな舐め切ってるぞというところ。はい、じゃあ1回戦、デストラのマキーサガットキャミとモモのリュウモリガンロレント、今日唯一の道着、いきなり道着出てきて、これで負けたらどうする？もう道着いないよこれ。道着弱かったって。道着ダメだったっていうこと。あ、勝利出ないよ道着なのに。あ、うまい。さあ、あのデアはね、意外と隙がでかいんで、ちゃんとガードしてからステップステップ中足シンク、そういうところはね、無駄にうまい。無駄にうまい。そうそう、対空でないのにそういうところはうまいんで。そうそうそう。お、いいじゃん。でも今のは対空危ないよね。あ、今のは危ないけど。攻撃しなかったら絡むっちゃうよ。さあ、このリュウ・サガットはね、まあ、サガット若干やりづらいんじゃないですかね。まあ、リュウの方がもっとやりづらいと思うけど、ただまとわりつかれると結構落としづらいっていうのがあるんで、そこをどうさばくか。まあ、リュウは、お、うまい。チキンガードからレベル2レイドアパカ、これはシーグル必須のテイクだね。じゃあ高坂と今泉次やっちゃおうか。じゃんけんしてスタンバってください。はい、中堅対戦で、モリガンとサガット、これ普通モリガンはね、中段がないんで近づくのがマジ大変なんですけど、まあ、あのレベル3溜まってるんで一回近づいて、あの下段からあのチェンコンボダークネスで半分弱ぐらい持っていくんで、そのプレッシャーをどう生かすか。あのシェルキックは強いですね。あ、シェルキック結構なんかいい感じだよね。早く落ちくから勝利でかさそうだよ。まあ減らないけどね。まあシェルキック、シェルキックダークネスとかそういうテクいことやれば話は別だけど、シェルキックから空中ダークネスキャンセルで繋がるっちゃ繋がるけど、お、うまい。なので前転を見てからシャドウブレ。でもシェルダークネスの威力ね、6000ぐらいしかないですよあれ。まあモリガにとって6000は減った方か。減る方ですよ、うん。さあ大将 C キャミ、これはまあ、あい、あー、あー、やっぱり出ない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 。これ出ないからね。多分ね、これね、出ない出ないネクストの体力差で負けると見た。さあ、これちゃっかり大将にメインキャラで保険を入れるモモさん。まあ相手も保険ですからね、これ。そうそう、キャミーね。でそれもまあキャミーよく使うキャラなんで、あのこれはまああれでしょうね、ロレント対戦、ロレントと対戦することを想定してキャミー最後にしたって感じですかね。あー、はい、入ってない、入ってない、いいよ、入ってない、入ってない、入ってないって。あ、やばいねこれ。あ、これモモの曲げパターンかもしれないですね。ちょっとやばいことになってきたよ。ああ必死に大剣振ってる。あ、でもなんか対抗してる、なんだかんだで一手が、あ、ちゃんと上は見えてる。あ、なんか今やろうとしてるけど、なんか食らってるよ。なんかずっと同じパターンで投げられてるんだけど大丈夫ですか。あ、ガゲ折れてるよ。ガゲが逃げられて、さあ最後勝ち切るのはどっち。あ、どうなる。ちょっとキャビがかかってるか、これ。あー、はー、強い強
読まれてたか。あーこれモーさんの負けパターンだったな。あ、完全に負けパターンだね。ダークで見せてテイクで見せたらもうダメだこれ。ほら俺の言った通りじゃねえかよ。さあ今日はシーグルっていうことはちゃんとね立ち回りと対空とコンボができないと厳しく言いますよ。えで次は誰、ベアさんと泉さん。さあ 1P 高坂のキャミチュンリーブランカ、あとは、今泉さん、シー、キョウ、ガエル、ロエント。さあこれ、コウサカの方はシールが、俺とチーム構成的にはかなりいい感じのチームですね。さあ、じりっとしたところから今泉さん投げる、投げて、あ、中中からスパコンいけない、ちゃんと練習しろ。厳しい。今日は厳しくいく。足払いでやって打っていく、勝利できる。若干体力、おお、おお、何それ、おお、何、例の小足見てから勝利余裕。小足見てから勝利余裕でした。余裕でしたね。さあ中盤から2発入れて、荒髪今井さんリードしてる。なんか A グルの時と比べて結構しっかりしてるよね。ちゃんとコンボできてるし。いい感じです。あーっと、オロチラギまで来たかった。入れたかった。いや、怒りますよ。そう、狙いは良かった。でもね、立ち台キック、オロチラギはね、結構難しいからね。根性入力ですからね。うん、結構難しい。うん、あ、え、で、これはおー、いいねー、いいね。最大決めていいね。そこは、10点10点。100点まで10点でか。あー、ただ上が落ちない。落ちねー。さあ裏回りから弱大砲翼、もう一回。さあ一気に逆転してるのは黄砂が。さあ弱中、さあまだまだいけますよこれは。スライディング当てて、あーっと起き上がり全キャン100列からコンボ入れてめくって、もう一回、さあ レシオ1のチュンリーなんだけど、まあコンボがねマジ痛いんで、そうマジ痛いんすよコンボが。レシオ1のレベル1のコンボでも、まあ、3割から3割5分ぐらい持ってって、かつ裏表ができるっていうキャラなんで、もう最新の注意を払わないとチュンリはちょっときつい。あれどうや、これあ、じゃあ次呼んどきましょう。ヨースケ、あ、林さん、さあ、ガオ先生、ガオ先生、今日はこだましんやってる。なんか よくわかんないチームで、よくわかんないチームでいるけど、なぜかバルログが入ってる。N バル使うからねこの人。そうそうそう、いやなんか普段ね俺のバルログ言いたい方で言ってるから、今日俺がお前のバルログ言いたい方で言ってるよ。いや前転を大崩しで返してるこの人。前転を駒投げで返す、すごいやつだなこれ。お、前転が噛み合って、さあパチキー、怖っ、
さあ前転から投げて、あ、前転から今度はレベル2。この対戦は投げ合いで、あ、投げ合いですね。投げ合いですね、確かに。さあシャー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 やりつつ、なんか同じような要所に前転いける。いやこれ前転されることを想定して駒投げ入れてる感じですね。なんかカメラがずれた。さあいや飛びが通らなかったがジャックからちゃんとコンボを入れて、あそこ対空はちゃんとしたい。対空は全部大パンで落ちますよこのギャラ。響きはね対空命ですからね。そうですよ。あー粘るこの拳術。おっと強引に投げた。あでもこのバルログ響きって結構辛いっていう話を聞きますけど、響き側が。あまあどうだろうね、バルログはコンボないからね。あまあ確かに、うん、トーマが打ちにくいっていうだけで、コンボないから折り込まないんで。そうそうそう。あいいね、空対空うまい。さあこれお互い結構ね、我慢が必要だから、あの先に降りた方がいける。あうまい。あこれは一対勝。これあんま減らないですけど、さすがに死にましたね。まあ、ここでレベル3使っておくのは賢明ですね。素晴らしい。10点11点の壁が厚いな。やっと2桁は。まあこれもう時間かけて、さあソニハリをパナスでガードして、なんでそこで飛んでるのか分かんないけど飛んでる。わけの分かんない飛びが相変わらず刺さって中盤様。いやいつもこの組み合わせね、ピールガールだとかなり苦しそうにしてますけど、シールガールだとどうなんでしょう。どうなんだろうねこれね。ソニックがやっぱ辛そうですけどね普段は。 C だとそうやっぱりそれ対空が上手いね。 おいいね。 まだ追いちゃしないって。うわーパサマパナしてるよ。あーあーおい来い来い来い。あー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 でも助かっ。おっ、あーなんだかんだでコンボはちゃんとしっかり入ってる嬉しそう。なんで前転体崩して投げてんだよじゃあどうしましょう。ベアさんと泉さんやってもらえますか。林さんと児玉さん。さあさあさあ泉先生次お願い。え児玉先生サガットとルガルってちゃんと勝利出んの。いやいや使うからには出ますよそれ。あのジャクジャクレードできるの。ジャクジャクギガンできる。林さんは茨城の方ですよね。わざわざ、ね、あでも今横浜に住んでる。あ、戻った茨城戻った。わざわざ来てくれたみたいですね。え、なんかてか、チーム一緒やん。おっと、しかも同キャラ、同チームただ、児玉慎が、ブランが最後で、林さんが佐賀と最後。そうですね。そう、俺、児玉慎の、あの、佐賀とほとんど見たことないんだけど幻のサガットなんで。そうそうそう。お、児玉慎がガードゲージをそう、なんか押してるけど、あと、ガークラゲージがちょっとやばい。あっあれ、あのいいよ、その出そうとするさあ、ちょっとブランカとしてはいいよ。そこで電気を置いて、お端だけはちょっと避けたい。そうですね。あっあっと、あ当たっている。ラッキー。こういうのも あっと児玉慎それ できないよ。
それできたらやばい。あ、全キャンのさあ、あと一発。そうですね。ただ下がったとしても、おっとこの話、この今回ジャストないからね、うん、あのなんかピクって動いてたけどジャストないからそう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 、そうやってね、対空するゲームです、これは。おこのマシンが対空を覚えた。そうそう偉そうに言えるほどさっき出てないけどおさあ、さあいいね。お手前落ちだと思ったら食らっちゃうみたいなね、よくある。さあ、電気も引っ掛けて。おあー、ここから林さん練習してますね。おっあ、惜しい惜しい。今のはでもコンボを高く、おお、うまいうまい。空振りから対空レベル2ダイレクト。そうですね、飛び越えちゃいましたけど、でもいいね、飛びからフルコンボ入れようとしたのは偉いですね、うん、あさあ、林さんがブランカが2立て。おさあ、これはマジで魂のブランカでも K じゃないからね。うん、このマジ小ジャンプないからね。いやでも林さんのルガールがこう立ち回りが、あ、うまい。しかし残る、減る。おーおーおおおっと、弱バーチカル。あれはカウンターのダメージなのは最初の中盤だけですよね。合ってます。カウンターのダメージなのは最初の中盤だけでいいんですよね。そう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 、ダイレクトは通常ダメージ。ダイレクトは普通のダメージ。そう、最初戦さあ、なんだかんだで、あの、挽回してきた。そうですね、小魂シン。これはね、ジャストも小ジャンプもないけど、まあ、ブランカー・サガットのマッチアップは小玉シン結構知ってるはずなので、うん、まあ、それをどうやってシーグルに合わせていくかが。おっと、さあちょっと林さんが、おお、めっちゃヘッド。攻めにくいところだが、下手を当てて、あっと、あっと、おらない。あ、もう一歩。ああ、あ、小田橋の得意技。ああ、そこはうまく見てた。今日2回目の中盤ダイレクトが当たって小田橋の勝利。いやでもいい勝負でしたね、なんかいい勝負でした。やっぱね、対空っすよ。対空っすね、対空っす。ベア泉、あれなんでやってんの次って失格え、じゃあどうしようかな。陽介さんとギハさんやってもらおうか、この次、この次、まだいい、まだいい、うん。陽介リーダー、じゃあこの次お願いします。ベア泉、ベア泉。お、イオリじゃん。イオリモリガンバルログ、まあいい、いいチーム。ジョウスケブランカサガブラサガ用心棒が用心棒がなんか、ね、サブいいキャラ見せたいなと思う気持ちと、勝ちたいという気持ちがこう入れ混じったチームですね。よく知ってる人でしょ、だって名前が。みんな最強のシーグラが見てるぞ。最強のシーグラが見てるぞ。最強のシーグラがモモさんいやマジでさっきの試合は本当ごめんなさい、グダグダ感が半端なかったみんなイケメンが見てるぞ、頑張れ。お、投げて。シーグルの大会なんからあいつ濃いよちょっと遠いかな
あ、ちなみに昨日ちょっと LINE で話が出たんですけど、バルログの投げに全点キャンセル仕込んでます。全点キャンセルですか、カラキャン全点仕込んでます。バルログの投げ パンチ投げに、いや投げ抜けしようとして強パン漏れた時の保険でカラキャン全点を仕込むっていう、そんな高度なことはできませんなんかやるべきだ、いやできないっていう話が昨日、はい、おバルログがなんか勝ってるじゃんさあバルログがこれ多分いい組み合わせないですか、シーバル対シーブラ。若干ブランカ？でもいやいや、もうそれこれ全然ブランカだよ。あ、全然ブランカ、うん、まあでもいけないブルーではないでしょう。いけなくはないけど、火力がやっぱリターンが違いすぎますかね。そうただまあブランカも攻めにくいはず。あ、まあただね、Cブランカだったらレッドインパクトちゃんと入るんで。ああ、なるほど。そこ確定反撃のところでレッドインパクトとか出したいんだけど、もうそれ以外は完全に、なるほど、あの A でもレッドインパクト、そうレッドインパクト、そこでレッドインパクトがスライディングみたいな、なるほど、出したかったねそれまあレベルにスパコンがそんなに使えないんで、やっぱレベル3はちゃんと決めたいっすよね。あっ、そうやっぱ紫使うとああなるんだよ。そうだから、よりは紫色を使うとああなっちゃうんで。あ、いいよ裏回りから、あーあああああ、おっあ逃げた、あっ中盤、あっおっと今のは、おーおおお、その悲しい、あれレベル2そんなに無敵あります？なんか相打ちでもおかしくなかったかもしれない。まあレベル2だったらまあ安定して勝てるぐらい。さあ大将 C モリガン、これはこの用心棒2人にはかなり荷が重いんじゃないこれは荷が、あっでもまだ分かんないねこれは。お、いいとこでステップ。あー危ない。危ないよ。いやこれ体力も火力も全然違うから、そうですね。モリガンはなんか慎重に行かないとあっという間に死んじゃいます。ピオリチも。そう。わーっと。慎重にって言った途端にシャドウブレイ。まあそれを裏切るのが対戦。あーやっぱバックジャンプ上手いんでね、なかなか近づけない。そうバックジャンプチキンガードが、あー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 出ない出ない、やばいよ。おっとベアさん仲間ですか僕の。あーあーああ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 あ、いや何が見えたやねんちょっと何が見えたやねん、まあ、勝った方が正義いやなんか5秒ぐらい時が止まってたさあ、今回の優勝候補、優勝候補というか唯一あのメインキャラで、メインキャラメインチームで出ている陽介さん、デキーハーさん、サクラ、サガット、ロレント、そうこういう時に本キャラを使うっていうのはなかなかやっぱ勇気がいるんですよ。いや、素晴らしいと思うだからやっぱ俺はシーグル使ってんだぞっていうのをちゃんと見せないとダメですね。シーグルで今もう最強に近いチームだと僕は思うんですよね。そうだね、バランスは、まあ、バランスはイオリでもチュンリでもキャミでもいいかもしれないですけど、まあそうだね、うんうん、あー上が
今日はね、シーグランでみんなの対空精度の高さをアピールしたいんですけど、初戦の僕からしてひどかったというね。あれ割り込めないな、アパガル。だよね、2発目割り込みガードできたっていうのは。おお。ギーハさんにカメラ向けたいぐらいのリアクション。多分ギアさんね、プレイヤーとしてすごいちゃんとしているんで、多分サガットもすごく強いんだとは思うんですよ。これは多分大将のロレント、ロレントがなりますね、肝になると思うんですが、うん、まあ、これね、やっぱこれはブランカ側でやっぱブランカ先にある程度リード取って、うん、いいね、あ、おっと、チャブ台返しが対空になって、あ、出た、あー、ジェノサイド。まあ減らなくはないからいいんだけどさ、あれダメージどれぐらい違うんですかね。1000、2000違います。いや2000は言い過ぎでしょ、ね、1500くらい。あ、でもいい勝負になってる。おお、多分今ギーハーさんも前転何かをぶっ放したでしょう。いいじゃん、いいじゃん。さあここでね、電気引っ掛けてどれぐらい体力、あ、うまいな。そうそう、電気引っ掛けてリードしとかないと。ああ、そう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 。このロレントが透き通ってる。電気いっぱい当たってる。あ、エルビーやったー。ちょっと流れがよろしくないぞ、ギハロレント。じりじり来る、このブランカじりじり歩いてくる。おお、見てから、あ、おお、全キャン弱のコロコロコロですね。これ使えるとマジ強いね。そうですね、あれ、え、モモさん使えないでしょ。たまに使うけどね、精度がちょっと。あ、これはでもこれペグの入ったらほぼ並ぶんで。そうだそうだね、陽介ロレントの方はもうテイクの一発入れておしまい。そうですね、そう、ギガさんはそこに持っていくまでかなり立ち回りどうにかしなければいけません。ギガさんはもうテイクの入れてセットプレーで、なんか今日はロレントちょっと、今日はロレント役日ですね、これ。ロレントダメな日だね。でも体力的にはなんか並んでる。おっと体力逆転してる。あまりダメージを食らわずにここまで来たんで。おっ、あー、これは、あー、その差し返しが、なんかわかんないけどダメージは取れなかった。じゃあ、どうしよう、ジャックでジャックさんやってもらおうか。ジャックさんでソラさんやろうか。あ、じゃあやってる、ガオデイビッド。あ、でもやってるからデイビーやってる。今日はCグループ限定です。いや、この残儀体凍土でなんか嫌な未来が見える。デビット凍土を使えばよかったの。確かに。あ、でも残儀は避けた。残儀凍土は避けたい模様。
まあでもバルログ残機で嫌な未来が見える。あのあうまい昇竜重ね当ては使い道1個ぐらいあるんですか。いやないと思うおうまいデビット出せんの。デビットがダイレクトを。あ惜しい。ああいやすげえ最速で重ねてました。重ねてないやごめん、そう体崩しあれ結構逆転難しいんですけどね。さあこれはちょっと厳しいぞ。おっとお、スクリュー掴んで。お、うまい。おお後ろ行ってたけど駒投げには関係なし。なるほど、いいじゃん。でもいいじゃんでもこれはこれね、意外とね出す技ね間違えると残儀勝てるんで。ああそうですか。研究するとそうあー体育にもなるのそれ。いやいやこのバルログ寒おっナメプレイも欠かさない。いやそれはねさすがに入んねえっす入りそうな感じが全くなかったっすねおっあ惜しい、あそこ投げたかった。おお。いやこれはこれでまあいけますね山崎が。これは山崎普通にいける、うん、おいいね、うまい重ねから重ねカウンターからジャックパンシャーシャー。さあほぼ五分の状況で、そうですねこれをねかなり山崎いけるんで投げて、そうしかしあーっと あそこしゃがみ台パン出したかった。おっでもダメージ勝ちしてる。なんだかんだで、おっそうこれおっミスった。デビットチャンス。あーそっち、あーでもわかる、うんまあね当たれば勝ちだったが、どうガオピンチ。あっと、飛び意外と落ちない。ああ、トサガニ。トサガニ当たった。どうなる？うわあ！デビッド！デビッドしゃがみ台パンチ。あそこもうちょっと引きつけたれば。いやー、面白かったけどね。デビ様嬉しそうです。じゃあジャックさんいる？次デソラーさんとやってもらっていいですか？ガオ先生が言うと説得力があるわあのいい距離でしゃがんで待ってるバルが不気味だったよ勝ったから5万円です、ねうん、そうだねあそこがドリルだったらもう終わったからねああ5番弱ハリケーンだ。あはい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 、入りそうな絵面では全くなかったけど、まあそこは検証すれば。おお
先方はキャミーとヨリ。この組み合わせ昔はカモだったんだけどな、キクさんが強くなりすぎてみんな勝ててるヨリを見たことない。あ、そうだ、本人聞いてるじゃん、褒めちゃった。あ、うまい。おっと、いいね、これでピヨルか、ピヨって、あ、おい、そこで欲張るから、はい、あ、まあでもキャミーとしては正しい戦い方ですね。あれだね、ちゃんと青い罠の外にいて、うん、いい、そうですね、いい位置を取ってますね。いや、完璧な試合運び。よりこうなったらよりダメですよっていう。この組み合わせはね、あのバルログのザ・ワーストマッチアップなんで。あ、そうですか。それはもう K、キャミーとかでなくてもですか。そう、 C の方がダメだから。 C の方がダメ、 C の方がダメ。まあ飛べないしね。全キャンスパイダルにタッチキック以外潰しても、あ、全キャンだから潰せないのか。垂直で合わせてもみたいになっちゃうんですかね。いや、合わせても何も中足とかしか入んない。じゃあ合わせてもあれなんですよ、あのキャミーの方が低すぎるから、うん、そこでキャミーはキャノンスタイルいけるんですよ。ああ、ただここまではベアバルが、これはね、普通にね、普通に俺は8人をつけてもいいと思ってる。なるほど。まあ、よくて7-3かな。おっ、おお、いや、あのキャミーのね、ステップ裏表が凶悪ですよね。しかもヒットワークにできますからね。あ、なんか変なコメントついてる。大丈夫、このキャミーはもうブランカで分からすから。まあ、ベアさんさっきのミラクル起こしたんでね。おっ、2人ミラクルは結構きついんじゃないチュンリーブランカ。これまず速攻ダークネス使ってチュンリー倒さないと。これ結構ラングルのモリガンだとチュンリー側がかなり辛いっていうのを聞いたことありますけど。さあ、あ今日本当にシングルの日なのか。基礎的なカップエース力が足りませんね。カップエース力、まあカップエース力でも格ゲー力ですよね、やっぱこの辺で。さあ、勝ったのは高坂さん。おっと、そろそろタイムオーバーですね、僕は。おっと、この熱い戦いを見届けなくて残念ですね。さあ、ジャックさんのシーグルは、お、あまりピーグルと変わんないチーム。ジャックさんキャラ構成が渋いね。ピーグルと同じですね。低い位置、低い位置、あの外野だから言いたい放題、うん、そう、外野だから言いたい放題。まあ、シーベガはね、あんま強いキャラとは言えないと思いますけど、まあでも C だけだったらそこそこ立場はあると思います。悪くはない。そうですね。
まあ、やっぱどうしても A ベガとか N ベガも結構強いと思うんですけど、その辺のイメージはあると思いますけど、まあ、悪くはないと思うんですよね。さあ、ガクラを削ってプレ、あベースラさん、こういうのは逃さない、うまいね。さあ、あれ無敵、無敵、おーい、広い、投げ前が広い。ジャックさん、最近ギースのね、コンボ精度上がってきてるから。そうですね、デッドリーがかなり出るようになってきたんで。Cギースも割とシーグルだけだったらバランス的に、まあちょっと火力は高いですけど、いいキャラだと思いますね。さあ、お互い火力が高いんで、前転の隙にジャグジャグレイドアパカー、お、うまい、ブロッキーがなくても当たりがある。おー、あー、チキンガードレベルに、これさっき僕も食らいましたね。しかもさっき僕確定でしたからね、あれ。ガードしたのに食らいましたからね。これはやっぱね、シーグル使ってる人じゃないとできないね。そうですね、とっさにあれができるのは生粋のシーグラー。あれでもデソラさん。いい動き、お、うまい、足を越えて、お、スパイラル引っ掛けて、あー惜しい、狙いは良かった。そうですね、上から行ったのは良かったですね。お、あっと、それはちょっと焦りすぎ、あー、もう一歩のところで殺しきれない。危ない危ない危ない、ピオリが、ピオリが、おお、あ、おお、デソラパカが、さあ対照戦、キャミーとキャミー、これはキャミが勝ちますね、これ。この組み合わせは結構やってる本人たちは面白いらしいですね。うん、そうそう、イケメンはこの組み合わせ好きみたいですね。おお、最初の体力差が響いて、デソラさんの勝ち。今日全然いいとこ見せれなかったね。シーグラー、私の、あ、呼んでね、次呼んでなかった。ギーハーさんと小玉さんはできる？できる？ごめんごめんごめん、すいません、呼ぶの忘れました。じゃあここまでやったらこれいっか、あ、こっちか、これか、うん、じゃあ次、泉さんと今泉さん、お願いします。今泉さん、その試合で終わりね。次、泉さんと今泉さん、じゃんけんしてスタンバってください。さあ、これは 1P が小玉氏に、 2P がギハさん。さあ、この桜対サガットはね、かなり地味になるんで、お互い精神力が。さあ、振り子でサガットの飛びが落ちる。ただ桜はね、あの A 桜の時と一緒でね、制圧力では絶対サガットには負けてないんで、うん、まあそうですね、一回通して負けるという事故が怖いだけなんだよ、これ。そうですね、
勝ち越しは絶対さくら勝ってる。そうそう、安易に大新風出しちゃうと前転でくぐられてってなるんで、どこまで探せを丁寧にできるかですよね。そうですね。まあさくらの大キックと大キックでサガットには勝てるんで、こういう時に大体勝つサガット使いって事故らせ方の上手い人なんですよね。そう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 、対応ミスここはしやすいなっていうね、うん、行動が大集計なんだかんだ火力差で大体同じぐらいっていう、なるまでいい勝負しますね。そうそうそう、まあ、これがよくある桜、新桜対新サガットので、大体サガットが勝つときは前転レイドとか大体通しちゃって大体死ぬっていうケースもあるから、ね、そうね、うん、お、小魂の置き方がうまい。あ、そっちよくわかっていない伸びたコンボやらしたあ、そういうこと今春風ギャスが伸びてますでしょ。本当はさくらは安全なコンボやったらあれ、あ、弱小剣とかね当ててめくりに行くっていう、まあ弱小ですね、大体安全画面やっちゃったらさくら落とす3段当ててっていう、あ、でもあの春風は狙ってましたね狙ってましたねさあ、C サガット。ダークスマッシュって対空時間変えれるんでしたっけ？え？ダークスマッシュって対空時間変えれるんでしたっけ？ああ、降ってくるタイミングは違いますね。弱中強で違うってこと？違う、違う。押しっぱなしで変わるとかはない？あ、そういうのはない。なるほど、OK です。今はだいぶ遅かったなと思って。ってことは中とか強で打ったんじゃないですかね、うん、さあ、逃さない。 C 対 C っぽい一幕が、俺はただ前傾してるだけじゃねえぞっていう感じでしたね。そうですね。ちゃんと前転処理にね、コアコアとかは素晴らしい。それ大事なんですよ。お、前転前傾風。あのステップ的多分前傾乗ってないでしょ。だから前傾風という。でもなんかもう小魂にもっと優しくしてあげてって言われちゃったんで。頑張る小魂。おい、あ、あ、今のダイレクトミスじゃない？ダイレクトミスですね。バーンって言ってましたもん。おお。あ、嫌な予感してきたぞこれ。小魂すぐマジ顔。でもね、小魂結構ね、K ブランカーでのロレント戦はかなり上手くなってきてて、でもこの場所に、ね、人読み結構強いですからね。そうそう、富士見台でもギーハーさんとか陽介さんとか僕とかに結構勝つんで、ね、俺もさっきあのルガールにブッパーギガン食らって死にましたね。あ、当てがいいんですよ結構。そうそうそう、価値観みたいのがあるんですよ ね。あ、さあ飛び通る。あーあーいや、なんかこのマシンが丁寧。おーおーおー。あ、これは見えない。見えないね。一瞬裏行くからね、あれ。一瞬裏行ってまた表になるからね。そうそうそう、余計わかんないですあれ。おっと、さあ、割れそう、割れそうだけど、さあ、このマシンが、おっと、これは、おーっと、割れそうで割れない。おうおうおう。あ、これは救われた。どこ行くの。投げて、さあ逆襲が始まる。もうこれはロレントを攻める理由が全くないですからね。あー、いやー、ちょっと今のね、この試合はね、ギアハさんのロレント力が高いのが示されましたね。そうですね、あの割れそうでね、ずっと割れないで逃げ切れるのはね、すごい。あれはかっこいいです、ロレントらしい。はい、じゃあ勝ったのはギハーさん。波のロレントはね、あそこまで割れる寸前になるとね、ひよって割れちゃうんで、大体割れるか、死ぬ、死ぬ、そうそう割れまいといろいろ食らって、そうそう割れるのが嫌だっていろいろ食らって死ぬっていうね。あ、じゃあ次、陽介さんと林さんでお願いしようかな。じゃあ次お願いします。いやー、出た、動く石像。一つぐらいは飛ばしてもいいかもしれないな。俺とデビットでもいいよ。上先やっちゃおうか。はいよ。ね、
あ、でももう次お願いしたから。あ、お願いした、うん、じゃあ、いやいやいや、いやしかし C 京対 C 京介、おっと、あ、ターゲットコンボ、おお、練習している、すげえな、あれ今最後結構減ったね、あ、減った、うん、それなりに減ったように見えた。さあこの長谷調整発生保証はあるんですけど、長谷が遅いっていう、今だって今日壊しですのにガード前ましたよ、うん、ね、テイクの繋がるとこ見たい、頑張ります。今日テイクの全然誰も繋がってない。さあ京介は飛びが意外と早いんで、うん、対空は難しいですね。ただ京介はね、飛びがねめちゃくちゃ安いんですよ。そう、500段っすよね。強風入れも600しかないから。600だっけ ?600。で、下に反転強い中攻撃が400しかない。あのエリアルでつなげることを想定して挑戦されてるんで、一旦価が安いんですよね。あれ、あのターゲットコンボみたいにさ、ハセ技みたいに、ハセ、うん、出した時だけ威力が安いっていうんだったらね、まだそうだね。単発で出しても威力が安いってのはかわいそうだな、あれ。さあ、癒しの時間は終わって、用心棒が。さあ、うん、今、一点読みしてましたね。まあ、泉先生は結構、戦略をすごい練るタイプなんで、こういうガエル対サガットとかでものすごい考えてると思うんですよ。あ、ガーキャンしない。あの一定の距離でね、ずっとニュートラルで待ってるのはね、あれもあれでね、ガエル戦の対策の一つですね、うん、そうですね、レバイル大キックが届かない距離で、あれ多分ソニック見てからジャンプ大キックをガードさせられる距離じゃないですか。一応バックナックルで相打ち覚悟で落とすっていう、うんうん、あ、相打ちでね、そうそう。さあロレント、今日ロレントいっぱいいる。うわ、落ちない、ガキャン逃げた。おお、前出た、下潜って投げる、いい動きですね、うん、ゲージも溜まって、今日ロレント4人ぐらいいるんですかね。いや今のところね、テイクのゼロね、なんだかんだ結構ロレントいますからね。ね、さあ今回は泉様とかなり丁寧に動いてますね。そうですね、時間使う選択ですからね、うん、これはそれっぽいですね。あとはブランカに任せようみたいな、攻めにはいかない、攻めてくるところを迎撃する。まあ後ろにブラがいるからもう無理する必要はないっていうのがちゃんと分かってますよね、うん、あ、前飛んだ。さあ割れて、あー割れて、ロレットがね攻めなきゃいけない状況っていうのはね、やっぱりある。じゃあこれやる、うん、そうね。じゃあデソラーさんと高坂さん、次目の前でやってる。じゃあこれまでやっちゃおう、俺とギアさん先やっちゃおうか。じゃ あ、 じゃあ先にギーハース、あ、やってるよ。あ、まだついちゃった。ロレントは僕は大好きです、みんな大好きです。てか林さんイケメンだね。ねえ、キクさんが関東離れて代わりのイケメンが。さあでも丁寧に、
お、逃げる。おお、見てますね。さあ、見逃さない。陽介さんね、コンボ性高いんで。おお、そこでバックジャンプを見ている。うん、さっきのカラジャンプだったらスカってましたけど、まあ、そこまで読んででしょうね。あの視聴者の方、大王庄司さんは帰りました。おじいちゃん眠いから帰ったみたいよ。ねえ、あのダルシム・バルログ・ロレントで出ればいいのに。よく使ってるじゃん。さあ、これは厳しい。キャラさんがかなり、あ、落ちない。わお、うまい。そしてレベル2ダクスマ、あ、ミスってしまって、でも、あ、あ、うまい。いや、コンボミスりましたけど、サガットを葬るとは。よく見てる。おほほほ、うん、さあ、パカが、シールガさんとジャックさん、アパカが電気に負けるゲーム。ジャンケンしてスタンバってください。さあ、この組み合わせはどっちかっていうと下がった側に忍耐がすごくいるんで、上も下も見てないといけないっていう。さあ、お構いなしで、さあ、厳しい。あ、届かない。あ、さあ、チャンスは来るか。下がった側のゲージは、あ、それは投げていく。おっ、あー、あー、なんてこった。さっきあれで中盤ダイレクトを渡しまった。まだ一発入れば、おお、盤石ですね。もうね、あれカラジャンプだったらガードしちゃうの。でもなんか終わり際制作かなんか反撃受けなさそうだよね。おー、はいはい、次デソラス、じゃあやってもらおうか。じゃあ次デソラーさんとコウスカさんでやってもらえますか。はいよ。さあ、次は 1P がジャックさん、 2P が、シールガさん。さあ、先方が、シーベガ対シー山崎。あと投げは間に合ってない。ダブル2タッチ、シューピーシャガ大剣。さあ、エクチはガードしてヘッドプレス。さあ、全キャン最高で画面弾き脱出。あとパチキの予備動作を拒んで潰す感じ。レベル2ナイトメアパナしてって、これは隙がない。マイナス2フレ。さあ、ピー投げ。さあ、今度はおとなしくガンガードしている。あーっと、このミスは痛い。ああ、しかし山崎がミスる。全キャン合口マジで。全キャンボス強いよね。強いよね。さっきやられてすごい強いと思って。前回口ってイオリナお花みたいに突進しながらね、小さなマイナスクリームしかないんでね。そうそうそう、あれ結構近くらいからね奇襲出されて強いですよ ね。しかもあれ弱中距離どれでいてもいいしね。うん、おお。イオリナお花違ってね、あれケーグル戦にも結構使えるんですよね。そうですね。
だ弱中が1単発ヒットで中が2ヒットだから確かに確かに毎回分けられるとねどこまでジャストしていいか分かんなくなっちゃうピールガさんの響きがね上手なんですよ。シーグルでもね、あーシーグルじゃない、ピーグルでもね結構使ってますからね。そうですね。あれどんな当たり方でもリバーサーつけたら入りますよね。さっきあの遠い距離からね小判発射シンクがあった時はびっくりしました。おーおーおお。さあこれは使わない。出なかっただけなのかな。多分。でも切り替えが早いですね。あ、危ない。あ、なかなかチャンスはあるんですけど。どこでゲージ入っていくか迷ってるんじゃないですか。うん。ケーグルはね何も考えずにね確定状況来たらすかさずパスがいいんですけど。そうですね。今よ開幕の読み合いが面白かったですね。ヒールが理論とかあるんですねきっとね、うん、どこで発症神経ってどこはゲージあるけど、ね、あえて使わないみたいな、うん、確定状況だったら必ず出すわけじゃないとね。確定状況本人に限ってまさか出し忘れてるってことはないと思うんですけどね、うん、多分知っててあえて出さないっていう感じかな。さあここまでお、うまい前中継。あ、今のは出そうとしましたね。出そうしてなかっただけですね。ガチャガチャって言いましたからね。あ、うわぁ嘘っすまあでもジャックさんとしてはこれなんとか勝てばデッドリさえあればさあ出ないあここは出し時だった。なんでさっき俺の時一回成功したんだめっちゃ失敗しまくってる。これで負けたらすげえ後悔しそうだからデッドやりますからね。デッドリだからね、これ2コンボで死にますからね。死にますねこれ。さあ時間差起き上がりで、ああ逃げ方うまいな。さあおー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 おおおおおなんだよその壊し膝蹴りでは。いじゃあ次デスラック大阪ですね。じゃあ次ガオさんとギハさんやってもらおうか。チューチュー、おお牽制を透明な走りで、あの前期反撃至近距離だと強いですね、うん、思ったより動作しか短い。そうなんだよね。おーピョって、おー今度は出た。確実にゲージを使って殺していく。さあ、C キャミ同キャラ。D 投げ。おお、フェイントで。おお、必要にヒット確認を狙っていく。でも本当にキャミはね、歩きが速いからね、普通にあえて歩いて殴るっていうのもね、立派な選択肢になっちゃうんですよね。あ、そうですね。よっぽど歩き警戒しないとね、見えないですからね、うん、キャビの歩きも速いから、
よっ、おー、オーキャンスピードラー、死なない、殺していくが殺しなない、あーおー今カペンスの闇を見ましたねお互い至近距離で大スパイラルやってましたねさあ、弱弱中死なない、おお、そこでリレーから K 投げ、あそこで安易に表裏いかずにガードっていうのも強いっすね、うん、さあ、弱弱中レベル1保育、さあ、高坂さん、こういうのミスらない、さあ投げて、さあこのシーサーとかでチュンリ戦どうさばけるか、サガットが落としにくい距離でちゃんと飛びましたね、うん、さあ逆側に逃げてさあステップを見ている、さあ逆キャラレベル1保育まで、いやー変だ、いやー今の5割超だったのに死にましたねレシオも違うんですけどね、勝ったのは高坂で、俺とギアさんか、じゃあ次じゃあこれ勝った方、うん、デビ様次次さあこの不気味な不気味な構成のチームでロレントを誰に当てるんだ、あ、やっぱガエルなのか、確かにこの人ガエルでロレント戦うまいんですけど、中堅ガエルを当てるか大将で勝ち切るかっていうのはまた違う話だと思うんですけど、おお、コマ投げよりは投げれんの方が早い、さあ桜の、うわおっと、なんかすごいことが起きた、見えねえ、あーさあ、あー全キャンかけると距離が、全キャンをかけると遠くに行ってしまうので、み近めの飛びには対空として使えない、さあ不用意に瞬武器なんか出そうもんならレッドインパクトが刺さるでしょう、あ、ガーキャンしてチャンスを作る方を選ぶ、なるほど安全に逃げる、前転の根がかりを、わあしっかりしているしっかりしてるんだけどこの人さあ、これもかなりサガット側が火力で圧倒的に勝っているのに技を当てるのが非常に難しい組み合わせ、ただまあやっぱなんだかんだ対空なんだかんだ対空の生徒次第だと思うんで、さあデオが一発当たるだけでバルログの攻撃3発ぐらいが台無しになる、さあいいところで前に出て投げる、うまい、サガットがうまい、おおデオがさあここはおちゃんと重なってうまいですね、デオの当て感が素晴らしい、さあガオ先生がよくたまに取りますね、あの行動、開幕ステップ中足、さあ反応がちょっと遅れてしまったか、
おお相場は投げとダイヤスト、どっちの方が。さあでもこれ組み合わせ的にはロレントが若干有利だとは思うんですけど、おお、ただリードダイルが体力リードするとなかなか崩すのはかなり厳しくなる。さあガエルとしては画面端を背負った方がいいかもしれないですね。さあここでロレントのチャンス。いやそう、それはロレントでは落とせるんでね。おお、やるー、かっこいい。今日初のテイクのロレント使いがこんなにいて、見てたなちゃんと見てたな。ゴキ使ってよかったね。受けて立とう。 This battle is about to explode. Fight. ヨウスケさんとベアさんだな、次。ヨウスケさんとベアさん、次じゃんけんしてスタンバってください。さあこれは、1P がデビット 2P が、モモ割って、あー素晴らしい。ちゃんとねステップで密着して大攻撃進化度圏で逆キャンショルキやったのは素晴らしいです。さあ中堅出てくるはシーザンギエフ。さあシール対シーザンギの組み合わせ、波動拳。さあこれはレベル3うまいですね。壊し空振りからレベル3ファイナル、竜は確実に殺しておく。さあシャワ大 P ヒット。さあシャワ中継、何かを潰してる。さあおーうまい。さあ視界指令タッシュ P ダークです。あれはかなり練習しないとできないけど、よく練習しますね。さあソウルフィーストで、さあダブルアリの隙にシャガ大系。あれ今日ダークです初か、もしか出たさあ大将レッションにシーブランカ、対空シャドウブレードは出る。あああ、これはこれは、あっ、さあピオリ進んでね、シャドウブレードをちゃんと出していく。あやっぱりダークレス出ないよ、さっきは出たけど。さあシェルキックでタイミング正しく、おおステップして反対側に投げる。さあ大将列車にシーロレント、あロレントの色が変わった。この色を使うからには負けられない。チキンガードして
さあスライディング、さあこれはテイクのでかっこよく決めることができるのかな。さあデイビッド・ブランカもレベル3触ってっからね、これは全然逆転の可能性もありえるぞ。ああと投げられて、さあここからブランカが好調さってからダメージでかいぞ。さあブッシュを収める、あーすげーが、あ今日テイクのが出ない日か、ああ死ぬぞこれ、ダイレクト圏内、残り10秒、おおダイレクト圏内だったけどね、惜しかった。さあ勝ったのはモモ、俺も負けていいよ凌介部屋ですね。さあ、さあThis is gonna be a match to remember. Fight. 次じゃあ泉さんと児玉シーンって後ろでめっちゃやってるしもうそうしたら結果でいいんじゃないのその結果でさあ陽介さんがキョービーやっぱサンアット使いもみんなよりには慣れてるんで楽ではないっすね。てか最終的に5分ぐらいだと思うんですけどどうですか。5分は言い過ぎだろえどっちがサンアット有利、さすがにサンアット有利だと思うそうかね計算が圧倒的にきついけどね、使用率使ってて圧倒的なのかな。あ、そうでもない、そっちはそうでもないいや俺シーザーも計算まで同じぐらいビフリゲテーだと思うんですよ。なるほど、僕はねちょっとねライサガのうまいてかまああそこで垂直ジャンプは割と読みやすい行動だったか、僕はねライサガのイメージがあってちょっと計算は勝てないんですよ。あー打ちいてー減るねー。さっきのギーハーさんとガオさんの試合もデオの相打ちとかデオでめちゃめちゃ打ってましたからね、バルログ。おお、さあジャック・リストの前キャンうまい。さあ中堅戦、あこれ結構ねロレットめんどくさいよおお変な当たり方、この組み合わせはロレント俺はね得意じゃないね、得意じゃない、捕まえられそうな気がするんですけど全然捕まんないっていうねさあ生き生きと、まあどっちもねめんどくさいキャラ同士だからね、間違いない、いかに相手のことを知ってるかだよね。そうだね。おっと。さあ。
モリガンの垂直ジャンプ中キックはめくり反動って残るんですね。垂直ジャンプ中キックはめくりなんですね。めくれるんですね。ブランカは確か垂直だとめくれないじゃないですか。あ、そうなんですか。そう、同じ絵ですけど。お、あーあー、対策分かりませんでした。確かに。お、投げた。投げて。さあ、ロープを滑る。おおおお。でも最後結構殴りましたね。そうですね。確かにモリガンが今爆発と同時に服装が変わりましたね。これはきつそう。これはきつい。これはきついよ。さあ、勝ったのは陽介で、泉小玉はどうぞ。泉小玉、じゃあ上やるか。こっからね、ルーザーに残ってる人に一戦明けになるんでね、の試合の方はもう控えてください。すぐ回ってきますんで。シールガトン陽介、これは面白そうですね。いや、これこの色狙って使ってるんですね。たまたまじゃなくて。あ、色色、このこの動く石像京介を。でもこれサガットでどうやって戦うかって多分慣れてないと難しそうですね。ねえ、そう、あれ見たから前転してどうなんだろう。うわ、あの京介のステップムカつくわ、なんかの横のクロスカッターはね、突進速度がね、うん、弾の突進速度が弱中距離かなり違うんでね。なるほど。弱はね、見てから前転やるとで大体食らっちゃいますね。あー、なるほど。あれクロスカッターがね、開いた時にね、真ん中から差し込むような感じで、はいはいはい、やるのは真ん中から差し込む。要はサガットだったら中ぐらいの高さでリーチの中にタッシュ系とか、おーおーおー、開いたところタッシュ系で相打ち取るとか、相打ちをね、相打ちはサガットが全然勝てるんで。なるほど。っていうのが多分対策になるような気がします。ほほー、自分もあと一発だったらクロスカッター待ってればもう勝てるみたいな。なるほど。でも全キャンだとまた変わってくるわけですか。ああ、そうか、全キャン入れたらまた違うかもしれないね。なるほど。ゲージがあったらね、キャノンでいいんですけど、それまでは ね、ちょっと苦労しそうですね。確かに出が早くないっていうか、突進が遅いんでね、見てからキャノンはできそうですね。ただ、ジャグのクロスカッターって分かってれば、うん、もっと前歩いて、全キャンのクラッシュとかで潰すのが理想だ。なるほど。まあ、全キャンの突進は、あ、今、小玉氏も呼んでた風だが。さあ、そんなおいたでもう中堅戦ですね。大池、お、タッシュピン、元気、おっと投げている。イジンさん、たまに全キャンありでやっても精度は衰えてないですね。さあ、バーチカル、お、あそこで垂直ジャンプはうまい。さあ、お、これは、あはあ、先に着地しちゃった。あれ別にそんな難しくないでしょ。ゆっくりやればいいんでしょ。ゆっくり弱ダークスマッシュを出すか、うん、素早く中華強のダークスマッシュを出すか、やりやすい方を選びください。なるほど。そんなにシビアじゃないと思うんで、うん、焦んなくてはいいはず。あ、でもいい勝負。
まあシーグルだとこの組み合わせがね黄金ですよね。シード押したとこれどっちなんだろうな。いやまあ僕はどっちもどっちだと思いますけどね。めんどくさいのはサガット側の方だと思いますけど。お、ショージャンプグループに比べたらね、うん、なんかそんなめちゃめちゃされて死ぬっていうことは。うまい。おお見てる。そこでね焦ってないのがうまい。小魂も焦っている。あと暴れている。おおかっこいい。バックジャンプに、ね、タイガッパーカットいやよく見てましたね。あれ結局この組み合わせってブランカにゲージがあると垂直ジャンプで釣れないらしいんですよ。スライディングとかを垂直ジャンプダイレクトがあると。ああそうね。なんだけどない限りはしゃがみ台板とか潰すらしいんで垂直ジャンプ大キックで。なければ下がってゲージ溜まるとやることなくなるみたいな感じってイケメンから聞きました。はい、伊勢家で回ってくるんでね、次、桃と泉。はい、さあさあ、この2人もよくやってるもんね。よくやってますよね。さあ、でも画面端から逃げる方法があまりない。ピオリチは消えたか。おお今なんか飛んだようにも見えたけど飛んでなかったんだねあれは難しいけど狙うのはかっこいいですね。さあビールガさんの新山崎がうまい。うますぎる参考にさせてもらおう。おお、P じゃなくて C でいいんじゃなかろうかっていうぐらい本気を使って陽介さんのサーツを先方戦倒しますからね。ね、やばいな。おっヘヘル。そうさあ砂掛け、あ、ガーギャンか。おっさあこっから陽介ブランカは逆襲したい。おっとヘアめくれた。いやー焦って前来るの見てますね。そうですね、これシーグル使ってもピールガさんのいいとこがかなり炸裂してますね、うん、おおあ今日テイクのテイクの出ましたね。2人目小判テイク。おおおおおあれは強い。あれは強いよ。勝利負けますからね、全員持ってればね、うん、さあ特殊な掛け合いからスタートして、さあこれは対象同士ならかなり響き有利だけど、あ、ロレント有利だけど、うん、この状況だってだとちょっと追いかけなきゃいけない、ね、そうですね。もう本当こっから90カウント逃げるような戦い方ができれば。ロレットはね、どうしてもあの逃げる側になった時にね力を発揮するキャラなんでね。そうなんですよね。あの大体ね、昔のロレット使いって先方で出してるって印象があったんですよ。あ予算ぐらいでしょ、あの大将ロレット。確かに。あれはすごかったと思うけど。あれは強かった ね, ね。ロレット使いみんなあれ尊敬しましたね。あのおっ、これは確定使っていく。でもまあもうとどめ刺した方がいいでしょう。こっからゲージを貯めて勝ち切ることができるか。ロレットはね結構ヒット数のある、ね、技が多いんでね、うん、すぐゲージ貯まるんですよね。そうですね。さあタイミングをずらして、お、大パンで今度ピルガさんが前に行く前に行く。わー、あれうまい。しかし最初ね、シールが大量いる人にいつの間にか追いついてました、うん、ましたね。そうですね。いやさあ
おっとー壊しが、あレベル2テイク、残るね、残り、あーめくりが通るすごい逆転勝利、マジかやる陽介さん、ロレットほんと強かったなあのめくりからよく繋がりましたね。ちょっと打点高いから俺繋がんないかなと思ったけど、しっかり繋がった。多分有用フレームはほとんどなかったと思うな。で、次陽介さん、陽介さん、俺と さあ、これは、1P が桃、2P が、泉、先方が龍対京介。さあ、壊し3発からレベル進化度拳。さあ、全キャン中竜巻、今更聞いたけど竜の色、これは煽ってますね俺のこと。モモさん、あの濃い緑使うんだけどいつも。これは全キャン竜巻多くなるんでしょうかね、きっと。さあタイガーアップ上がってる。あっとこれは、さあ佐賀とはゆっくりラインを下げて竜を出ようで追い張る波動拳、タイガーパーカットレベル2真空竜巻。さあ竜のスパコンはね、反撃受けにくいね、ぶっ放しでも使えるスパコンが多いんでね。竜はね、丁寧にも戦えるし嵐にも使えるしね、いいキャラですよ。さあ中堅出てくるはシーモリガン、シャガ大ケ、おっと壊し壊し壊し、全キャンソードフィスト。さあここで泉サガット倒れて大将列車にシーブランカ、さあシェルキッカーシャガ大ケ、バーチからはシャガミ大ケで反撃。さあピー投げ、さあブランカがもうちょっとでレベル3溜まりそう、モリガンはレベル3チャージ、シャガダイピー、シャガダイピー弱中。さあ対空はシャドウブレード、さあ落ちない、これはこれは美味しく反撃もらって出したいピー、あとさあソウルフィーストはリバーランで抜ける。さあこれで大将戦5番4発からスカータージャンプ。さあローリングはガードしてしゃがみ台系で反撃、お前ついてナイフでダウン奪っていく、タッチピー、さあジャンプ台系、さあ電気ができ体育うまい、さあ電気を置いて、さあコアコパ、さあ上に飛んでみてジャンプチューピーヒット、さあロレントレベル3溜まって残り1発圏内ダイレクト減る、おー軽投げあのダイレクト食らっちゃったかいや大会でねこういうコードはマジで強いわあれ手出すわ。すげえ減ったなんかなぁ、くそ
さあ、これはルーザーズのさっき外輪してたのに。おお、安いけど一応反撃があるのはでかいですね。まあそれでも相当きついと思いますけど、この組み合わせ。さあうまい、サプバで空振らせて。おお怖い怖い、今絶対体屈指だったでしょう。この人多分飛ぶと多分超重ねた出してくるんで。さあ勝ってるのはなぜか東堂。さあこれも、あ、画面端、あー、さあ上リッパが通って、なるほど、あそこはもう割り切って上リッパするぐらいしか。まあそこで東堂が待ってるとまた追い払われるんですけど。さあこれは難しい組み合わせ。ここでサガットが負けてしまうと、多分ロレント相手に中堅ガイルがかなり活躍してしまうと思うんで、陽介さんはここが大事。いや今、あー、やりやった。しかも今の見てからっぽい。まあね、サガットの牽制よりはるかにソニックの方が広いんで。さあさあうまい、でもここまではロレントが。おお、でもここまで被弾せずに。さあガイルは削りを恐れて、ただまあガイルとしてもここまでゲージを貯めたのでいい仕事をしたと言えるでしょう。これはねバルログ有利だと思うよ僕は。ウェイレッパーで空中投げと地上でも勝てないんでね。ただまあテイクドアが中足が刺さればってところはあるんで。おっ、あー、さあでも、あー、逆側に。おお、さあ超反応も。いやそう、バルログ対ロレントはね致命傷はないんですけど、攻撃を当てられないままネチネチと、あー追ってくる。あー勝ったのは GAO。 じゃあ次泉さんとデソラさん。ギハさんもいた。じゃあ次ウィナー決勝、ああ、ま、コウサカとギハもじゃんけんしといて。まだやってなかったのか。さあ、1P が泉、2P がデストラ。
This is gonna be a match to remember. さあ、マキ。あ、これかい。マキのしゃがみ台パン、かなり対抗として性能がいいっすよね。あ、マキの、うん、あ、これは強いね、確かに。お、背面にぶっぱらしていく。あ、結構全然打ってなかった。おお。おお。さあ、レベルリアジャラテング練習している。しかも詐欺飛びっぽい感じの。さあ、コパン全部を切っていく。あ、やり返した。しかも今裏回ってかなり時間経ってたのに。下手よ。さあ、タッシュ受けばらまいていく。リバナ。さあ、ジャンプだけは一発当たる。おお。先っぽ。さあ、天気の息当たる。泉さん、あんまなんか全キャンしてるようなイメージないんですけど、なんか器用に出してますよね。そうですね。小技で暴れ潰しの全キャンデッキとか。そうですね。最近あんま全キャンなしの方が好きみたいですけど。おお。まあ。おお。さあ、クラッシュ。あの技は思い出せねえな。あれは思い出せん。お。さあ、抑え込みで飛んでいくのは強い。おお、生き延びたって感じですね。さあ、もう下がっては痛いの、あ、当てられない。タイガーショット、タイガーショット。京介は見てから反撃できなさそうだな、なんか、うん、グランドショット。あ、飛んでしまった。飛びが通る。あ、今絶対全体バカだった。まあ、割れそうだったしね。じゃあ絶対やるでしょ、俺でもやったもん。まあ、俺もやるわって感じ。やる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 。あのガードゲージだったらバカやるわ。さあ、ここはおお、暴れから大ジャンパ。さあ、ストライクで打ってくる。ちょい、減らねえ、あれ。しかし、京介のジャンプ中継は判定強いですね。うん、判定強いですね。キャビの足だけ体育潰しましたかね、今ね。強かったね。上から蹴ってたね。あれ潰せるとロレットのタッシュビーとか潰せますよね、きっと。ああ、多分。下手すとチュンリーのゲンキック負けるかな、うん、あれ。さあ、大将新スタート。あと、これはあっと、これは美味しくいただいて、デオレイド減る。さあ、6割消し飛んだ。あ、ピヨッピヨッている。おお。さあ、完封。やはり新サガなのか。まあ、ワンミスで死ぬのがキャミですよね。まあ、そうですね。で、ウィナー決勝で、次が、俺と泉さん。最初はグー、じゃんけん、ぽい。はい、ここでして、はい、バイクタイプじゃあ、さあ、これで残すとこあと5人ですね。本日ね、色物企画でね、参加者14人も集まってくれてね、本当嬉しいです。一時はね、台風がね、どうなるかと思った。あ、そうだね、大したことなかったね。よかったよかった。あれ、結局それたんですかね。なんか昨日ぐらいに熱帯性低気圧に変わって。ああ、そうだった。うん、じゃあ消滅した感じなんだ。そうですね。お、暴れを誘って、これは美味しい。またピヨラない。お、山スパイク。そこでキャノンに。あー、見えねえ、今の。おーっと、うまい。はー、さあ、代々円柱系スピードラー。一気に流れを取り戻しましたね。なかなかおしゃれなフォーム見せてくれる、ね、で、大立場だとこれは下がったもめんどくさい。どっかのイケメンっぽいなんかコンボでしたね。そうですね。円柱系スピードイケメン見てますからね。まだ見てんのかな。
お、アパカル切っていく、投げて、さあエンダー系、さあこうしてる間にもスタンジがだんだん蓄積している、スタンジとガクラが両方、あれは落としたい、チューチュースピードラー、これはゲージを吐いていく、おー、とどめを刺しますね、殺しきる体力だったのを知ってましたね、そうですね、さあ、交差のキャビン大爆発、ね、すごい、シーグルらしいゲージの管理でしたね、やっぱキャビンあれですね、PグルとかKグルと出会わなければかなり強さ発揮しますね、そうですね、というか昔みたいに強いのは K と P みたいな感じでもないですね、 C も強い、うん、強いですね、おお気持ちよくなってる、あのスカーターで飛んでくるのを予測して早出し弱打キャノンスパイクとか、そういうことか、読み、あのね、勝利のスキル小さい剣とかもね、たまにあるんですよね、なるほど、弱小だけ早出ししてなるほどなるほど、スカータージャンプを追い払うみたいな、あるね、あるね、それはよくやられる、お、さあ投げて、今なんで逃げたんだ、空中くらいになったぞ、さあこのロレントとしては空中で何か引っかかったところでセットプレーだけで死にかねないの で、 そうです、ね、慎重にいかないと、これも保育射程圏内ですからね死にますね、あの体力が間違いなく死にます、間違いなく死にますね、だって半分あっても死にますから、ね、レシオサとは何だったのかっていうあ、そう、こういうとこからの、でもうまい、ちゃんと、おお、レベルテイク、おお、レベル2でも死んだね、いやー、かっこいい、しかもこの背景に同化した白、さあ残るスは大将、レッシュにシーブランカ、さあこれゲージ溜める、溜め切るのは、うわー、ダイレクト、あー、これはきつい、あれは完璧なタイミングでダイレクトやればどこに行っても死ぬんですよね、あれ、 あれは綺麗なダイレクトさっき食らったのは汚いダイレクト、まあ食らった方が悪いんですけど、さっき王さん食らったのは汚いダイレクト、あれは汚いダイレクト、まあ、食らった方が悪いんですけどね、はい、まあ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 、まあ、いろんなダイレクトがあるよっていうね、いろんなダイレクト、そう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 、ちょっとガワさんやっちゃって、さっきの悔しいまあどっちでもええわどっちでもええわ、あ、そう、あれ、ケーブランカの話だったね。さあ、面白い組み合わせが。ああ、そうだね、東道対策もできているそうな気がする。ただ、京介とかなんで。これはでもね、今日、屈指の好カードじゃないですか、プレイヤー的にもキャラ相性的にも、キャラ相性はよくわかんないけど、さあ、いや、そこの距離はやだ、距離だね、あ、今、さあ、ただこれでどうやって京介がリターン取りに行くかっていうとちょっと思いつかないですけどね、あ、前、前出た、あのちょっと鬱陶しいステップの、お、いいですね、あ、ステップの浮いてるところに、さあ、なんだかんだでもタイスはない感じになってますね、そのギリギリ重ねてが届く距離、やだなー、あー、大パン、ガイルっぽい、動いた相手に、動いた相手に何かを当てる、さあでもこれは前出て、あ、逃げて、ダイパンが、あ、あ、でもダイレクトも、ダイレクトもそうなんだ、あれで反撃できるんだ、ほー、
レベル3でも、はい、おお。うん、なるほど。さあうまい、めくりに行きたいところを、まあ、東堂はめくりに弱いんでめくりに行くのは正解なんですけど、そこをバックジャンプ大パンチ置いてるのがうまい。で、はめると見せかけて下がると見せかけて突っ込んでくる。あ、うまいなぁ。なんか、なんだろうなぁ、なんかセンスを感じるね。うん、そうだね、この仕方にセンスがある。ただブランカでここのバルログにダイレクトを当てちまえばガードが硬い。うーん、お、あー、今綺麗なダイレクト出すチャンスだった。あー、見てる。そして下がったバルログか。これはちょっと相性が良くないし、お海なんで厳しい。でもめちゃ減る。おー、届いてる。うん、あ、うまい、あ、うまい。これは、あはー、判断が早い。おー、かっこいい、魂を感じる。ただね、ガオ先生こういうので、ね、折れないからね。波のプレイヤーだとここで流れを持ってかれるんですけど、だから何みたいな感じのメンタリティを持ってますから。ただ泉さんね、あのサガットガイドはかなりこう研究してる印象が。あー、飛んだ。おっと、削りきれないが致命傷で済んだ感じか。いやー、やっぱガイル下がったのがうまかった。じゃあそうだね、ガオさんとギハさん、ギハさんじゃないの、うん、そう、負けた方が3位です。お疲れです。書いてしまった。さっきはギハさん勝ってますから。まあまあ、さっきはねガイルオレント辛そうでしたからね。あー、来たバルログ。いや、ほんとね、上連覇のシーバルログのすでにめんどくさいっすよ。おっ、さくらの P 投げは異常に投げ前が広いように感じる時があるんですけど、家で検証すると全然普通っていう不思議な技ですね。ああ、ガオさん、それしゃがみ大パンチからキャンでやると広いよ。おっ、ギハさんが生き生きと、発生保証はあるけど出は遅いので。おお、よしよしよし、ってる。さあ、この人は A 作やと死ぬほどやってますから。あー、厳しい割り込み。わー、今のはねガードゲージないから、ガードゲージないから逃げたくなるよね。そしてさっきの
芸術的なさばきを見せたこの組み合わせ、なんで飛んでくんだろうか。お、起死回生のいいですね今の垂直ジャンプ。相打ち覚悟で落としてますね。あーこれ見てる。お、いいとこで前出て、はあ、大パン早い。お、うまい。いや、いい勝負だわ。あーわー、いや、でもあれでキャノン当ててなかったらズルズル死んでたんで大きいですよ。早い早い。あの色かっこいいよねバルログ。そうこれね、飛ばれるだけできついよ本当に。うん、ないない、待って待って、ロレント生きてますか。うわー、おっと、いらん。なぜそこでそれをやる。やめて。ゴーキとかバルルとかやめて。やめてください。そう、ガオさん昔東堂は本家にしようとやり込んだ時期はあったって言ってましたね。バルログは知らんけど、バルログは N グルで使ってるのよく見ますね。結局今日も兄弟喧嘩だった。高坂さんは2ライフ、お、珍しい、あれを落とさないとは。お、見てから今日の見えない。おお、ピオリジが溜まってるか。いや今完全に嗅いでましたね匂いを。なんだかんだ画面端追いやっている。様子見、あ、飛び越して、うまいね。さあ追う立場になる東堂は、お、先っぽを当てるように、おお、なんか知んないけど差し返してた中足で。まあ東堂の中足判定は強いんでね。え、おっと、なんだか分かんないけど、じり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 。おお、めったに見ない技を見た。めちゃ歩いた。おお、今のはステップ見てからっぽいですね。さあバルチュン、これも多分立ち回り上はバルログが有利なんですけど、軽くさがかなり大きいんで、あ、あさあでもバルログが特にやることはない。お互いゲージがない状況ではガンガンバルログがリターン取りに行ってもいいような気がしますね。さあ飛び落ちる、お、あれでも落ちる、研究してるな。あ、ずるい。
さあガーキャンはせずに一発を狙う。チュンリは一発当てないと、あこれは死ぬでしょう。おー、そこで一番ゲージ回収する、殺しきるって分かってましたね。すごい、てかめちゃめちゃ減った。出しっぱの中キックかジャックキックが体育を潰す。あっ、セットプレーを表裏、あああれは多分サマスを読んだかリバサートータルワイパートを読んだか、多分全キャンの、おーおーおー、さあ連続ガードにする。さあうまいね。 A ブランカ対 C ガエルなら死ぬほど見た組み合わせ。おっ、おー見てる。そしてガードされたら死んでしまうサマスを打っていく。おっと、いやいい勝負、ただ食らってる。おお、いやいい勝負でしたね。さあ今度 1P、2P が入れ替わって、さっきはキャミーが取ったんですけど、今回どうなるか。さあなかなかね、全キャンの体育寿司は体育寿司自体があまり、おお吸った。さあ今、おーっと東堂の弱点がめくるってところが、おおやっぱね、めくりに弱いんですよね、東堂は。まあこれ 8-2 でキャミー有利っていう説が今日唱えられたんで、あ見てる。まあ小坂選手ね、ほんと何でもスキル的なもの減る。あうまっ、おお削り切りましたね。さっきはお互いコンボミスでゲージを2人とも空になると、ああこれはこれは仮面が取れてるのでめちゃめちゃ減る。これは辛いこれは辛いよ。バルログの弱点がもろに、もう聞こう何もガードできない状況。さあここで焦んないのはガオだが、あまりこれで相打ち上等で修理に働かれると、もう危ねえ。おお伸びきったところが早い、その技は。おったー、おーっと先っぽに、しかしゲージを全部失った。
さあこのソニック、おーっとあれは難しいんですけどゲージをショットでも貯めていくしかない。ブランカーも攻める必要が全くない。おーおーおー、さああの距離はねブランカー落とせ、ガード落とせませんからね。あこれはもうガードも厳しい。あいや、いい勝負でしたけど勝ったのは高坂選手。はい、高坂選手おめでとうございます。